環境を掌握しましょう。船尾のあれじゃないか。敵に侵入されたぞ。ここからは力押しだ。リズムに乗って勝利を奏でる。いい演奏だ。二手に分かれ、一方が艦橋までたどり着き、この船を地上に下ろすわ。確かに、そうすりゃガイアスたちの支援もある。ここの敵もどうにかなるな。問題は誰が行くかですね。僕はここに残るから、ミラが行って。ジュード、話は聞かせてもらったぞ。この声って、なんだ貴様。イバル。あいつ生きてやがったか。おい偽物、貴様の出番などない。ここからは俺の独壇場だ。イバル、お願い。くねえ、なぜ貴様は俺の活躍に嫉妬しない。ならやっぱり僕が。イバルは見てていいから。お前に活躍の場などない。どけ。ずいぶん扱いうまくなったんじゃね。もうとっさに思いついたんだよ。でもミラのこと言わないんだね。柔道が気になるのだろう。それで力が発揮されれば文句はない。さてやるぞ。想定内の結果ですね。ようやくか。ああ、この船はたった今俺が掌握した。武器を捨て投降しろ。イバル、この船を地上に下ろして。貴様に言われなくても分かっている。これじゃない、あった、これだな。それよ。やろう、何をしやがった。仕方のないやつだ。これはこれは。ミュゼ、知ってるの。ほら柔道、敵が襲ってきますわよ。
になるよ。ちゃっちゃと終わらせよう。こっちは団体的だよ。敵がひるんだぞ。セアルビ了解。リフレクトボーイング。メイカダウカメイ。なんとか倒したな。ここまでだ。この船は完全に我らが掌握した。ガイアスたちだけでどうにかなったのかもね。ミラ様、ご無事でしたか。うん、お前以外のおかげでな。そんな。ぐっ、作戦は成功だ。おー、城に戻るぞ。立てるか、柔道。ウィング、出発までは。船の機能掌握のために兵たちが動いていますので、数刻はかかるかと。まだ少しかかるみたいだね。では、それまで休むとしよう。